寒いい季節に出番が増える暖かいウーーールのセーターただうっかり家で洗ってしまってこのように縮んでしまった経験ありませんかそもそも縮んでしまう原因は髪の毛に似ているウールの繊維が水に濡れると毛羽立ち絡まってしまうため服全体が縮んでしまうんだそう。 そのウールをほぐす効果がトリートメントにあるんだそうでトリートメントに入っているジメチコンというものが、えー、繊維をコーティングするのでこう滑りやすくなって伸ばしやすくなるんですそうなんですよ方法はトリートメントを少量手に取り三十度程度のぬるま湯に溶かしますその中に縮んだセーターを投入十五分ほど漬け込み 優しく握って水気を切ったら平らなところに広げて縮んだ部分を伸ばしますうまく伸びない部分はスチームアイロンを当ててから伸ばすといいんだそうあとは形を整えて平干し元のサイズと重ねてみると 家で洗って縮んでしまったセーターが元のサイズに近い状態まで復活諦めていたセーターをまた着ることができるんです